はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日はね、このゲームちょっとやっていこうと思います。ロケットリーグですね。ロケットリーグサイドスワイプということで、皆さんロケットリーグというゲームをご存知でしょうか？プレイステーションなどでね、プレイしておられる方は、ご存知かと思いますが、まあそのスマホ版ということでね、iOS そして、まあ、Android でもね、現在出たばかりかなということでプレイできるようになっています。僕正直ですね、これプレイステーションでもプレイしたことがあるんですが、もう本当にね、これ難しい、難しいです、このゲームは。もうね、なんとなくやってなんとかなるっていうゲームじゃないんですよね。もう360度にね、もう目を配って、そしてまあこのね、車を走らせて、ボールをね蹴っていくというか、まあ、サッカーをするんですね。あの奥に見えるのがねボールですね。でかいですけどね、この大きいボールを、この車両ですね、まあ、いろんな車両が今後出てくると思うんですが、最初はこの車両でねやっていくということです。これでね、あの奥に見えるこのちょっと上にね、あの矢印で流れてる上にねゴールがあるんですけど、あそこに入れるというね、このボールを入れるというゲームですね。これが、まあ、こう360度で繰り広げられているのがプレイステーションの、ゲームなわけですが、今回はねかなり優しくなっていました。なので、まあ、僕でもね楽しめるではないかと。つまり僕ができるということは、皆さんも簡単にできるであろうということで、少しね動画を撮っていこうと思います。どんなゲームかっていうものをね、ちょっとチュートリアルで一緒に見ていきましょう。でフリープレイエキシビジョンチュートリアルとありますね。でまずチュートリアル、一体どういうゲームなのかというところをね見ていこうと思います。ようこそロケットリーグサイドスワイプへということです。画面の左半分のどこかをタッチするとジョイスティックが現れる。ここにねちょっと薄く見えてますね。こういう形でこれをちょっと壊していけという、まあほんと最初のね練習ですね。これほんと左右に走らせるだけなんですよね。このちょっと薄く見えてると思うんですけど、これをね右左にこう移動させるだけなので、先ほどもお話ししたプレイステーションの場合はこれも360度を走らないといけないので、視点もねあちこちに変更しないといけないですし、これあとジャンプもあるんですよね、後から、することになると思いますが、まあこれはね左右だけということで、この辺りがかなり、簡単にはねなっているんではないか、優しい仕様になっているかと思います。はい、ブーストボタンを押すと車が向いている方向にロケットのように突進しますということですね。だからブースト、これも、もともとあるプレイステーションの方でもあった機能ですね。これで右下のやつを押すとこういうふうにブーストが効くということですね。であのこの丸いところを、これが溜まってる間ブーストが効くということですね。こういうふうにジャンプもできたりするということです。で車はジョイスティックで刺している方向に向きますと、これすごい状態ですね。上向いてますね車がね、まあ、左右そして上にもこうジョイスティックを向ける方向にしっかり向いてくれるということですね。そしてさっきやったこのブーストを押すとこのまま飛んでくれるっていう話なんですね。ターゲットを突破しようということなので、少し一つ壊し忘れてるのでこれを壊していきましょう。でこういうふうに、あこれもね、はい OK。 この辺りはまあちょっと難しいところではあるかと思いますが、慣れたらね誰でもできるようになると思います。このジョイスティックの角度が大事ですね。こういう感じ、ジャンプボタンを押すと車が空中に飛び出します。先ほどのこの右の横にねこのジャンプボタン、これですね。空中でもう一度ジャンプボタンを押すとダブルジャンプ、こういう形ですね。はい、ジョイスティックで方向を指定しながらダブルジャンプすると車が反転します。こういうことですね。これがドッジっていうんですね。ドッジは素早く動いてボールを打つのにいいということですね。これが基本的なものということですね。これを駆使しながら敵とね相対して戦って勝っていこうという、そういうゲームになっています。いずれねこの車両とかをねどんどん解放されていくんでしょうね。まあ
ほんとね、コラボとかもあったんですよね。まあこのサイドスワイプはリリースされたばかりですけど、先ほどお話ししたプレイステーションの方ではね、ワイルドスピードとかのねコラボもありますからね、かなり豪華なコラボとかもね、このサイドスワイプでも出てくることをね期待していいんではないでしょうか。ではアイテムショップ、これ無料ありますね。無料と言われたら聞かざるを得ないですね。可能なコンテンツ、おお、なるほど、これゴールした時のこういうねものもありますと。でこれブーストをしてる時こういうねものが出るんですね。はい、こういう星のような、でこういうハットをかぶれる、面白いですねこれ。でこれはニワトリかな、ニワトリいかついね、なんか角が生えてるっていうね。でキャプテンホット、あ、スピナーですか、これホイールをね変えることもできる。でこういう、でこういうホイールとね、そしてこれも面白いですね。そしてこのハット、フルーツハット、これなんかやばいな、やばい。でトラッカーの帽子で、ユニコーン、なんかこの車両には合ってますね。これウサギの耳、可愛くないですか。これ可愛い車両があったら女性とかね、これつけたらいいんじゃないかな、可愛い。僕がつけてても笑わないでくださいね、意外と好きだったりするんですよね。すごいねこれ、すごい、お花が、お花が、これ受け取ったもの装備する、これもらいましたと。この車両についていたホイールですね、それをゲットしたということですね。これワンチャンこの車両がもらえるんじゃないかと思ってね、あまりにも贅沢なねプレゼントだと思って、もう即決決めてたんですけど、全く違ったという形で、皆さんご注意ください。この辺はね注意してください、そんな甘くはありませんね。まあ一応一つもらいました。そしてこれを貯めて、まあこのような形で車両もありますね。これもプレイステーションの方でこれに似た車両がねありました。なるほど、貯めていこうということですね。これでエキゾチック車のボディ装備する、あ、これなりましたね。何の車両に近いかなこれ、意外とかっこよくないですかいやこういうのが面白いとこですよね、本当。こうねゲームを進めていくとね解放されていくんですよね。でプレゼントされるっていうね、こういうのが豪華ですよね。でこのコインももらえるし、こういうものがね結構楽しいですね。ギミックもあるし、あとこういう、これなんだ、すごいね。いやこういうのが楽しい、本当。いや好きな人から見たら神ゲーですよこういう、いや最高ですね。ただプレイするだけじゃなくて自分の車両をねこういう風にカスタマイズできる幅がほんと広いので楽しいですよね。これこんな形ですね、私毎日車乗ってる車両今こんな形となっています。無料の状態でね始めたばかりでここまでまあできました。でチャレンジ、これをクリアということですね、いいですね。でウィークリー、あと6日間でこれら、クリアしてくださいということですね、2on 2、2対2のオンラインマッチに5回勝利するとか、こういうものすべてクリアすると、このコインですかねいただけるということです。いいですね。でこれは入手、装備してみましょうかね、装備して、派手ですね、めちゃくちゃ派手、いいですね。でも楽しいですよ皆さん、こう見るだけでもね。これどうですか、まあプレイも楽しいですけど、こういうね自分の車両をいじれるこの良さもあるんですよね。同じ僕の同じゲームしてる方の中にもロケットリーグ好きな方何人かいるんですけどね、ほんとハマってますね。どうなんだろう、このサイドスワイプも始めるんじゃないかなみんな、ということでちょっとプレイしていきたいですね。トレーニングでエキシビジョン、これ2対2ですね、これやってみましょう初心者で。さあ2対2なのでこれパスとかも
まあ、意図的にパスするのは最初は難しいかもしれませんね。あのドッジとかありましたよね。あれをこう2回ね、2回ジャンプして、はい、ちょっとね良くなかったですね。もう1回やっていきますね。少し肩慣らしをしたところで、あまりにも下手なところを皆さんにお見せしたくないので、ちょっとこれね本気でやっていきましょう。僕は右にいますね。左に入れたらいい。いきなり入れられちゃうんですね。はい、なるほど。負けれない、負けられない。これがドッジですね。まあ、今ボールがないところでやりましたけど、こういう風に入れた。よし、これですよ。これマイチクが決めていきますね。これ楽しいですよ皆さん、本当。これディフェンスも大事。黙っちゃうね無理やり無理やり感があるけど、ごめんなさい、邪魔してる僕。よし、あー僕がゴールしてる。あ、届かない。お願い、ナイスナイスカバー。これで入れたい。入らないか。あ、難しい。当てて、もうちょっとなんだけどね。こっちに来て、あー行き過ぎた。待って、入れないで。ちょっと仲間、よし。あ、一緒に仲良くボールと。あ、これはもしかしてオンゴール、オンゴールかな。いや、こういうこともあるので気をつけましょう皆さん。これどうだ、勝てない、もしかして。ナイス、まだいける。これを大事にしよう。入る入る。これで、うわー、ちょっと高すぎた。これ空中に浮いてる状態だったらまだね続けられるんですよ。これ入ったでしょ。ナイス、ギリギリで2対2ですね。ちょっとしんどい。いやー、勝とう、これ勝とう。ドッジ、いきなりドッジでいく。で、カバーして、お願い、カバー。それはまあね、こんな感じですね。はい、負けてしまいましたが、結構カラフルですね、この相手の方のね車両。こういういろんな車両があって楽しいですよね。試合になるとね、集中してわちゃわちゃになってしまいますが、こういうゲームなんですよね。これもう一回、まあ、途中で時間ですね、動画の都合上切ってしまうかもしれませんが、こういう感じで飛べるんですね。ナイス、あと10秒。どうだ、よし。いやー、素晴らしい締めくくりができたんじゃないかな。これですよ、これ。お願い、あと7秒は守りきろう。これで落ちたらもう勝ち。落ちたら。落ちたらいい。よし、勝ちましたね。まあ、こういうゲームですね。手に汗握る試合だったんではないでしょうか。はい、ということでやっていきましたが、ほんとね、見てるよりもね、プレイした方が断然楽しい、このね、ロケットリーグサイドスワイプです。皆さんぜひね、ダウンロードできる方してみてください。本当ね、楽しいですよ。意外と簡単。簡単だけど、その中でね、まあね、はちゃめちゃですね、本当。ゴール前での攻防っていうのがね、楽しいですね。相手ゴール前での攻防とかね、自分チームにね、
自分チームのゴールに入れられないようにね、一生懸命ディフェンスする時とかね、あと友達とやることもできるのでね、これぜひ、やってみるのはね、いかがでしょうか。まあ下手な僕でもね、やはりこの左右だけっていうのがね、かなりいいですね。楽しくプレイすることができそうです。また今後もね、これ動画することがあるかもしれませんので、ぜひね、このサイドスワイプ、ロケットリーグサイドスワイプ、興味がある方はチャンネル登録してみてください。ぜひ皆さんも楽しんでみてください。はい、ということで今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。